今回はスパイダルコの定番デリカを紹介します。最近はやっとホールディングナイフでも結構見られるようになったので、いつも比較で使ってるスパイダルコのデリカを紹介します。こちらはデリカ4です。スパイダルコのトレードマークのサムホール、サムホールで開いてセンターロックです。ロックバック、ポケットクリップはティップアップとティップダウンキャリーの両面です。スパイダルコ自体はアメリカのブランドなんですが、これはセキシティジャパン日本製です。使いやすいのはこのちょっとだけ先端がシープフットになってる、この辺も使いやすいです。この辺が最近の定番。パラシリーズだとクリップポイント気味で先端が結構鋭利です。少しだけ丸まってます。スパイダルコはもともとアメリカのアイデア商品メーカー、そこでヒットしたのがこのトライアングルシャープナー。トライアングルシャープナーがヒットしてナイフ業界に入ってきました。もともとがアイデア商品メーカーなので使いやすさ優先です。最初にポケットクリップをつけたのもスパイダルコ。もうフルフラットグラインドで穴が開いていて、昔からのナイフが好きな人にはちょっと違和感のあるナイフを最初に作ったのがスパイダルコです。そしてこれ使いやすいのがこの小ささです。いつもやってる人差し指サイズ、そして最近多いフラットグラインド、そして鋼材は VG10、 日本風に言うと V 金15、樹脂製で軽いハンドルで、そしてポケットクリップ付き。正確に測るとちょうどブレードだけは 6.5 センチぐらいです。全長で言うと18センチ。さっき言ったように人差し指サイズです。そして重さが 66g、 かなり軽量です。スパイダルコのデリカが使いやすいのはブレードが薄いです。2.3mm。 日本の場合はどうしてもナイフイコール食材を切るっていう使い方が多いので、この薄さは結構使いやすいです。そしてデリカ内側に薄いライナーが入ってます。ハンドルのこの模様も滑りづらくて持ちやすいです。そしてハンドルも薄い、小さくて薄くて使いやすいです。人気で近いナイフがいっぱいあります。最近の定番のパラスリーライトウェイト、完全に大きさ同じです。ブレードもほぼ同じで、こちらはフィンガーチョイルがあります。ディープポケットクリップに、そしてこちらはコンプレッションロック付き、オープンとクローズが簡単です。それに比べてこちらはセンターロックなので、解除するときにワンテンポ、ハンドルの厚みはちなみに 9.6、 パラスリーライトウェイトが 11.6 です。 2mm で、こちらは以前も紹介したガンゾーファイヤーバードの2000円ナイフ、もう完全にデリカをイメージして作られてます。そしてもう一つ、こちらはバードのメズラーク。バードはスパイダルコの安い中国ラインブランドです。そしてこれはチタンハンドルモデルです。これの特徴はもうハンドルが薄い 7.1mm、 ブレードが 2.3、 少しここが残念なんですが、ブレード鋼材が 8CR13MOV です。センターロックでポケットクリップが両面、そしてこのサムホールもなかなかいいデザインです。握りやすくなってます。もうティップ形状も小さなシープフットになっていて、メデラークの方がサイズは若干小さいです。チタンハンドルって言っても金属ハンドルなので若干重いです。 75g、 もうこのサイズがやっぱり使いやすい、そんな感じです。コンプレッションロックの方が圧倒的に使いやすいんですが、日本的に食材ばっかり切るんならやっぱりスパイダルコのデリカは薄くて、なんだかんだ言って使いやすいです。本日はスパイダルコの定番デリカを紹介しました。定番なのでいろいろなモデルが販売されていますし、いろんなメーカーからカスタムパーツなども販売されてます。